皆さんこんにちは、みさとです。今日は早速4月のお気に入りを紹介していきたいと思っています。崩れないベースメイクの動画でも紹介したんですけど、アスタリフトのディープ UV クリア、こちらです。前回さらっとしかちょっと紹介できなかったので、今日はどれだけのこの子がいいのかっていうのをしっかり紹介していきたいと思ってるんですけど、アスタリフトはディープ UV をカットできるんです。簡単に説明すると、建物の中にいても窓ガラスをね透過して肌のね奥まで届いてしまうくらい長いね波長の長い紫外線のことなんですけど、これは本当に知らぬ間に日常生活で浴びてしまっているんですよね。厄介なのが肌の深いところまで届く紫外線なので、私たちの目に見えないところが自然にダメージを受けているんですよ。実際黒く焼けるような紫外線ではないんですよね。黒くならないし目に見えないならいいんじゃないですかって思うと思うんですけど、このリップ紫外線というのが老化の原因になるんですよ。ぜひやっぱり避けたい問題ですよね。で、この紫外線っていうのは今まで防ぐことが本当に難しかったみたいなんですけど、いやー天才が現れましたね。これは私も気づくのが遅かったなって思ってちょっと後悔してます。私はアクアデイセラムの方を購入したんですけど、こんな感じでやや肌色でね、伸びがとてもいいので乳液のように使えちゃいます。結構潤いも続くので、この夏は絶対に紫外線を入れ込まないぞというのを目標にしてたくさん使っていこうかなと思っています。今日も動画見ていただいてありがとうございました。また動画あげるので見てください。さようなら。